おはようございます。いきなりなんですが、ボル塾はですね、週で一度だけお休みが決まってまして、そこが、単独ライブの私とさかりさんはネタ作りになったりとか、あとは YouTube 撮影したりとか、こう各々用事を済ませる一日を週1回いただいてるんですけども、その週1回はですね、そのボル塾あるあるで宅急便の受け取りっていうのがあるんですね。宅急便の指定日、お届け指定日を全部その曜日にするっていうのがありまして、ちょっともう大量に届くこともあるんですよ、重なると。なので、今週のそのお休みの曜日に一体何が届いたのか、紹介したいと思います。まず、こちらが、GU です。 GU のお洋服を、購入したので届いてました。秋服だと思う、確か。いろいろね、届くんです、その曜日に。だからお洋服も一体いつ頼んだものなのか私には分かりません。よいしょ、届いてる。まず、ワンピース買ってます。ウォーメンフラワープリントワンピース、長袖 3XL。 あ、かわいい。あ、全然見えてない。あ、かわいいワンピース届いてます。あ、かわいいね。着れるかな。なんか入ってる。すごい透けないようにペチパンツも入ってます。ペチパンツって言うんだっけ、透けないようにする、あのパンツが透けないようにするやつ、それもついてる。かわいいね、このワンピース。ちょっとこう透け感があるのか、だからついてるんだ。多分シャツとかもついてるのか、見た方がいいね、こういうの。ほら、こうやって透けない、あ、パンツじゃない、透けないように内スカートみたいのついてます。かわいい、ありがたいね。これが2990円、この安さですごいサービス。そして次が、リブボタンスリーブセーター。もうセーター頼んでるじゃん、秋に向けて。今日30度あるんだって。最近涼しかったけど今日30度あるんだ。30度。うわ、秋っぽくて可愛い。 3XL、 1990円。ニットで、この横に袖にボタンがついてるタイプのやつです。可愛い、秋。暑い、今見るの暑いな、セーター。秋冬も兼ねてるね。そしてまたカーディガン、今度はカーディガン、ワイドリブ V ネックカーディガンレッド買ってます。秋ってなんか赤着たくなるよね、紅葉だからかな。あ、かわいい。あ、かわいいじゃん。あ、赤似合うな私、こういう色。これのカーディガンですね、レッド。これはもう普通にカーディガンです。小さめボタンの、何にでも着れる。お、GU がこれで終わりました。そして次は、ユニクロ。ユニクロGU とさ、ユニクロはサイトが一緒になってるからさ、そのなんか繋がってるでしょ、GU とユニクロのサイトって。ちょっと伝わるか分かんないけど、それで買えるんですよね。
でも箱は別にしてくださって、見やすいように、ユニクロではまずドレープジョガーパンツショート 3XL、 かわいい色だね。冬も着れるね、これは。かわいい。なんか、あ、でもめっちゃ涼しめになってます。あれでなんか涼しそう、そんなに暑苦しくない。冬もさ、結局暖房を効いてるとこ行くからさ、あんま厚みのやつ嫌だもんね。そんなこともないか、外はそっちの厚みのやつがいいか。そう、これ買いました。かわいい、ブラウン、何にでも合うね。あ、もうだってこれとこれでかわいいもんね。ね、かわいいよ。あとこれがすごいなんか冬みたいな服着たな。こんなん頼んだっけ、何これ。これがブラッシュジャージジャンパースカート、あ、ワンピースだ。こういうワンピース、なんか下にさ、それこそさっきのニット、あ、私そうだ、このブラウンニットにさ合わせたくて、これユニクロのこれ買ったんだ。そうそうそう、あ、可愛いんじゃない、秋絶対この格好したいと思ってさ買ったのよ。あ、いいじゃん。あ、イメージ通りだわ、この色合いは。可愛い、ほら、可愛いじゃん。もう秋じゃんこんな。今30度外があるとは思えないよね。思えないぐらい秋だね。あ、可愛い。あ、思った通りだ。そうそう、こうしたかったのよ。あ、可愛いね。このなんていうの、紫、赤紫。何色ってか、ブラウン。え？あ、これ自由のか。これなんていうんだっけ、このユニクロの色。あと見せて見せて。ワイン。ワインっていうんだ、これ。ワインの色とこのブラウンが合うよね。あー、かわいい。思った通りの色で最高。そしてこちらが、あ、かわいいね、この頼んだんだ、プリントドローストリングロングワンピース。あ、ワンピースハマってるじゃん。ワンピースだって1枚あるだけでさいいもんね。あ、かわいいじゃん、茶色のね、かわいいよね。あ、素敵素敵。これにささっきの赤カーディガン羽織ったりしたらさ、もう赤だよね、赤じゃねえ、秋だよね。え、ちょっと今回の買い物さ失敗なしじゃない、今のところ。私多分これとこれ合わせたいでちゃんと買えたんだ。上達してる、買い物が。何に合わせんのこれみたいな服も数々買ってきたけど、慣れてきてる買い物に。偉い。そうそうそう、見せれるか。こういう感じでさ、あ、可愛いじゃん。あ、もうこのままデートだね。あ、いいいい、そうそうそう、こうしたかったのよ。この茶色に赤合わせたかったの。これワンピースね、ワンピース、かわいい、いいね。そしてこれがチェックシャツ。チェックも秋だよね、わかるわかる。そう、私は秋を楽しみたかったんだね、これ買ってる時は。もう秋だもんね、全部。田辺さんとか秋服ちゃんと買ってんのかな。今のところ半袖の柄シャツをスタイリストさんから買い取ってるのしか見てないんだけど、秋の準備できてるかな。芋と栗に関してはさ準備してると思うんだけど、洋服準備してるか心配だよ。まあでも田辺さん冬来るまで夏だからな、あんま秋とか感じないのかもしれないね。あんま秋服着てる田辺さん見たことない。あ、かわいいチェックシャツ。あ、かわいいね。あ、もう何にでもだわ、こんなもん。かわいいかわいい。いいね。
しかも涼しげだからそんなに厚手じゃないから、うん、かわいい。なんていうんだこれ、チェック、コットンチェックピンタックシャツ、ピンタックピンタックピンタカタカピン。あ、またチェックシャツ買ってるじゃん。まただね、ほんと懲りないね。本当に本当に秋を意識してこの日はポチポチしてたんだね、携帯を。私はいいね。あ、かわいい、これも。あー、もう秋だわ。いいね。あー、いい。わー、図書館デートみたいな感じ。図書館デート、かわいい。 3XL よいしょ。そして、あ、最後かな。なんか分厚いの来たぞ。スフレやん、ボートネックセータースムース。スフレやん、スフレやんってどんなん。え、これは本当に覚えてない。なんで買ったんだっけ、こんなんなったんだっけ。何が気に、あー、そうかそうか、肩がというか、この首部分がすっきりするセーター買ったんだ、スフレやん。あ、これは完全に冬だな。めちゃめちゃ分厚い。そんなこともない。薄いんだけど、あったかそう。スムース。スフレやん。スフレのような、本当に手触り。これは冬だね。多分、秋はさすがに暑いんじゃない？うん。しばらくね、着ることはお預けでしょう。あ、いいね。服成功だわ、今回。通販。まあ別にユニクロとさ、GU はさ、基本成功なんだけど。でもさ、その自分に似合わない服たまに着ちゃう。なんかついてた。ユニクロ。雑誌みたいな。え？いいじゃん。外国の方のモデルのさ、服装をさ、真似するとさ、自分がとんでもないことになってることあるよね。なんかさ、あのアウター、あのダウンジャケットの下にGジャンを着てるみたいな服装が可愛くてやるんだけど、本当に分厚いのよ。私がやると危険だよね。うん、コーデュロイのジャケットとかさ、そういうのもさ、なんかそのレトロみたいな感じ、レトロの服危険なのよ。ほんと私、その時代そのまま生きてきた人みたいになるの。その、なんていうの、今あえてやってるおしゃれじゃなくて、なんかその時代まんまの人みたいになるんだよね。それ危険、本当に。これね、役に立つけど、ちょっと本当に自分と自問自答しながら真似しないとダメだよ。いいな、みんなおしゃれで。おしゃれだな。そう、これで GU とユニクロ、まあ洋服はこんぐらいかな、今回は。そして、次がこちら、ハッチ、逆、ハッチ、あ、どっちも逆になっちゃうのか、いいのか。ハッチ、これね、ラビットでさ、コノちゃんが紹介してた、なんか飲んでお肌にいいやつ。これ田辺さんがそのコノちゃん紹介する前に知って頼んでて、でたまたま来るの待ってる間にコノちゃんがラビットで紹介してて、でまあコノちゃんはもちろんずっと綺麗なんだけど、田辺さんもずっと綺麗なんだけど、田辺さんがどん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 より綺麗になってくるのを間近で見ていて、ちょっと私もいても立ってもいられなくなって、ハッチ真似して購入しました。何ヶ月分頼んだんだっけな。やっぱさ、お肌がさ、ニキビとかこうできてくんのよね、どうしてもね。ハッチ、あ、手紙入ってます、ハッチから。後で読みます。うわ、めっちゃ入ってる、すごい。これ何、これ、あ、これあれか、
今回サービスで3本追加でつけますよみたいなやつだ。ハッチ、これ光るね。ちょっと合わない。どうやったらいいの、これでも光る。この美容のやつやっても光る。すごいライトがすごい当たってんの。これここら辺に、あーいいね。ちょっとあー映ってる。あったあった、ピントが。ハッチ、これを飲むんだって。清涼飲料水、フィッシュコラーゲンペプチド、いいらしいよ。いいらしいよっていうか、田辺さんにすごい聞いてる。だから私にも聞くことを望んで願って買いました。夜に飲むか朝に飲むかなんかな。田辺さんは朝飲んでるって言ってたかな。これを多分2ヶ月分ぐらい頼んだ。まずで気に入ったら続投するって感じなんだよね。これを毎朝飲んでみようと思ってやってみます。田辺さんには間違いなく聞いてるから、このまあこのちゃんに聞いてるんだけど、そう、このちゃんはさ、もう会った時からさ、もう飲んでたから輝いてたんだけど、田辺さんはまたどんどん輝いていくっていうか、これ飲んでからね。で次が、そう、消化しないだけじゃん。次がこの福岡で博多駅でめちゃめちゃお土産を買ってきたのが、もう持てなかったんで宅急便で家に直接送ってもらったやつが今日来てました。人へのお土産も買ってるからさ、自分のだけじゃないんだけど、まあその度その度言ってきますね。よいしょ。まずプチプチ紙袋たち、紙袋たち一旦開けます。すいません、まずは、あ、出た。まずね、これ先に紹介しようかな。これがね、福さやのビスチョコっていうカステララスクなんですけど、まあ、福さやってあのカステラで有名な福さやさんなんですけど、そこがあのビスコチョっていうなんかね、カステラ専用の釜で再度こんがり揚げたカステラのルーツといえるビスコチョですって書いてあるんですけど、カステララスクをですね、あの作ってるんですよ、福さやさんが。でこれ博多で見つけて、東京では中目黒のスターバックスでしか買えなくて、でそう、これなんでこれ買ったかっていうと、あの男性ブランコの浦井さんがあの福岡に行った際に、なんかたまたま買ったらめちゃめちゃ美味しくて、で東京にどこにもないって言って、でそしたらなんかそういう話をライブでしたら、それライブを見てくれた方なのかなが、浦井さんにここに売ってますよって多分教えたみたいで、浦井さんがその中目黒に行って買って、でそれを買ったやつを私一ついただいて食べさせてもらって、美味しくて、で自分でも買いに行こうと思って、その浦井さんに教えてもらった次の日に中目黒のすんごいおしゃれなスターバックス行って、でそのスターバックスがなんかね、その行った日がね、なんかぼる塾の単独ライブで坂寄さんとボフィーっていうパフィーさんをもじったユニット組んで、なんか単独ライブの VTR 撮ってたの。だから T シャツにね、ジーパンで、しかも単独のいろいろ準備もあったから荷物も多くって、大荷物の T シャツジーパンアンリが中目黒のスターバックスに突如現れて、なんかまずね、ガラス張りなんだけど、まあおしゃれならではのね、お店全体がもうガラス張りで、入り口だと思ったところが入り口じゃなかったので、入れねえなってやってたら、中でおしゃれな店員さんがあちゃっちってあちゃっちっつって入り口の場所を教えてくれて、で入り口に迷ってたアンリがやっと入り口を見つけて入れて、で今度福さやのカステラのね、このビスコチョを見つけたんです。で見つけて、でそれでもキューブカステラっていうのも売ってて、であ買いたいと思ってキューブも買ってて、こう手でね、こう一生懸命いっぱいカステラだらけで持ってたら、おしゃれな店員さんがまたカゴを
持ってきてくれて、でそのカゴに入れて、じゃあこれ買って帰ろうと思って、そしたら今度レジの場所がわからないのよ。レジおしゃれすぎて、もうどこがレジなんだかわかんなくて、でさまよってたらまたその店員さんが来て、あのレジ探しですかって言われて、レジ行って買って、で多分すんごいコーヒーが有名なんだよね、多分絶対そのスタバ、もうコーヒーが飾られてた、コーヒー豆が飾られてんのよ。なんか中に汽車とかもあったり、なんか汽車の模型みたいなのもあったし、でかい汽車の模型とかあったりして、もうとにかくもうおしゃれ、その店にいる人もなんかその着飾っておしゃれじゃなくて、もうおしゃれを知り尽くした、もう T シャツとジーパンで、その私の T シャツジーパンとはまた違う、なんかこう見ただけで、あ高い T シャツだなとか、なんかあ分かる、高級感のあるシンプルおしゃれな人たちが集まってるカフェで、なんかそうすごかったんだけど、そこで多分コーヒーも絶対買った方が良かったんだけど、なんかもういろいろ恥ずかしくなっちゃって、 T シャツジーパン大荷物だから、で色全部のこと分かんないし、だから恥ずかしくて本当にカステラだけ購入して、本当にカステラだけ買いに来た田舎もんみたいになって、でもそれがもうその苦労した甲斐あって、もうやっぱりめちゃめちゃ美味しくて、で福岡の博多でね福さや見つけたんで、ちょっと平井さんにもぜひ食べてほしいなと思って、浦井さんと平井さんに KOC の決勝も行かれたんでね、そのお祝いも兼ねて、このビスコチョと、でこれはまあもう一個はタカピンにあげようと思ってタカピンに買ってきたんだけど、あのこれがね、なんかちょっと開けさせてもらう、ちょっとどっちにどっち入れた、入れてもらったか忘れちゃったから、ちょっと開けさせてもらうね、すいません、綺麗にパッケージングしたんですけど、してもらったんですけど、一回開けさせて、あーシール付け直そうねこれね、ごめんなさいねこんなプレゼント開けちゃう人いんのかな、ごめんなさい、すごいダメなことしてたらごめんなさいね、ちょっとどっちがどっちだかちょっと忘れてる、このクマの方が、あ、クマの方がこれ浦井さんだ、浦井さんにキーホルダー見て、カステイラって書いてある、絶妙な絶妙なキーホルダーも売ってたんで、カステイラ、どこ、なんでこんな光っちゃう、あ、これ、ここ光んねんだな、カステイラ、これ浦井さんにキーホルダー買ってまいりました。覚えとかなきゃ、クマが浦井さんね、もう浦井って書いとこ、浦井さんって、浦井で呼び捨てだとちょっと失礼だから、浦井さんって書いとこね。そしてこっちが、あ、これなんか平井さんっぽい、なんかパッケージの、スプライトじゃなくてストライプのやつが、じゃん、星、願ってごらん、見えるよっていう、なんか平井さんと初めて会ったのがニーズっていうコーナーライブだったんですけど、その時のボケで平井さんがお星様のやつ、作ったお星様の小道具を頭につけて劇場を回るっていう出会いがあったんで、お星様のキーホルダー買いました。ユキヨっていうキャラクターなの、これ絶妙だよね、顔が、買わずにはいられなくてさ、だから浦井さんと平井さんの男性ブランコさんのお二人に、あの KOC のお祝いも兼ねてビスコチョとこのキーホルダーを差し上げようと思って、これは男性ブランコさんへのお土産です。そして、あとね、福さやつながりでこれ、福さやのね、カステラキューブ、キャステラ福さやキャステラ、カステラ、これはね、キューブがなんかいろんな味、カステラの味が入ったやつなんだけど、これはタカピンがカステラ食べたいということで、福さやのキューブカステラも普通に買ってきました。そう、キューブ、そう、開けない方がね、開けるね。で、あとはあの棒ドーナツ、ドーナツ棒です、すいません、ドーナツ棒っていうのがあって、これはアソジャージ牛乳ドーナツ棒っていうのを、これは福岡ではないのかな、熊本かな、熊本なんか、なんか九州のお土産がたくさん あるところで、こういうドーナツ棒、なんかサーターアンダーギーみたいなやつ好きだから、これ買って、でさらにいろんな味も売ってて、これのボードは佐賀県の嬉野茶のドーナツ棒、棒ドーナツ、ドーナツ棒と、こちらが沖縄県の
紅芋、福岡で沖縄県の紅芋のドーナツで買って、であとそこのお店でサービスでこのミルクキャラメルのやつも単品でいただきました。サービスありがたい。とあとはじゃん、これがプティジョリーのアイシングクッキーなんですけど、このわかります、だるまさんとか桜とか富士山とかのアイシングクッキー、これね、あのスエヒロガリーズの三島さんが赤ちゃん女の子が生まれたお祝いで、これをちょっとアイシングクッキーと、あと田辺さんおすすめのあのお菓子なんですけど、なんて言うんだっけ、これなんて読むんだっけ、なんて読むんだっけ、これ神代湖だっけ、ちょっと間違ってたらごめんなさい、神代湖だっけ、時代湖、神代湖みたいな名前のなんかあんこのお菓子らしくって、これすごい美味しいらしくて、でしかもこれ見てください、この和の感じね、ちょっとそれに惹かれて、味もまあ田辺さんが美味しいといえば絶対に美味しいんで買いました。この2つを三島さんのあの女の子が生まれた、姫が生まれたお祝いに差し上げようと思って博多で買ってまいりました。これはね多分直接渡せないのね、多分これは三島さんのやつお祝いです。そうですね。であとはこれがね、パターが、なんて読むんだこれ、パルタージェ、パルタージェって読むんだ、パルタージェのマーブルデニッシュモカショコラ、これがパン、デニッシュパン、これがなんかね売ってた、売ってたんで、それ売ってたんだけど、そのなんて言うんだろう、ああいう売り方、お店っていうわけじゃないのかな、なんか期間限定なんかな、もうデニッシュパンなんだけど小売りで、あこれ小売り、小売りでめっちゃいいじゃん、なんかね一個食べようかな、これは自分に買ってきたから食べるね、うわうまそう、うまそう、このデニッシュパン、デニッシュパンなんですけど、なんかね美味しそうだから買ってきた、マル、マーブルデニッシュパルタージェモコショコラ、この個包装になってるとさいいよね、朝ごはんとかこれ焼いてもうめんだろうな、いただきますモカショコラ、あーあーうまいうまい、これこれ、ああいいね、コーヒーの味でも上質だわ、あの私カフェオレラ味とか好きなんだけど、モカとかね、なんかそれのさ好きなんだけど、それの上質な味って感じですね、モカショコラ、いろいろあるんだよ、ラブマーブル、メイプルキャラメル、チーズ&ベーコン、モカショコラ、香り高いコーヒー生地にショコラが寄り添ってって感じ、ほんとその通り、香り高いコーヒーにショコラが寄り添ってるわ、これこれうまっ、うん買ってよかった、あうまいね、うんやっぱデニッシュってうまいですね、あ、これ買ってよかった。甘みもちょうどいい。うん、うまっ。うん、甘みもちょうどいいわ。で、そこのまた、パルタージュの、今度マーブルデニッシュの京都三色っていう方の味も、購入しまして、これはなんかね抹茶とイチゴとなんとかっつって3色だからあと1つなんだろう、1つここに書いたんじゃない、お抹茶イチゴプレーンの3色フレーバー、プレーン、プレーンでした3色のうちの1色、しかもなんか豪華な感じするよね、いいね、デニッシュパン好きなのよね、こっちが京都三色、うわ本当に三色じゃん、何恥ず三色、ピンク
こうピンク抹茶プレーンいただきます。うまそう。あーうまい、上品。モカショコラもそうなんですけど、味として感じるっていうよりも香りとして感じるぐらいの風味、美味しい。まずパンがしっとりしてうまい。ここの水分全然持ってかれないんだけど、こんなねバクバク早く食うもんじゃない、これ本当は。本来ならね、ゆっくりいただくもんだと思うわ。あ、これうまい、買ってよかった。うん、あ、うまいうまい、正解正解。そして、あ、そう、ごめんなさい。そうしましたら、ここまでがなんか甘い系とか雑貨系だったんですけど、こっからは私の本領発揮、しょっぱい系です。まずこちら、極上極上って読むね、極上ホタテひも明太子風味、最高。ホタテひも、貝ひもってことだよね、要はね。これをさ、その田辺さんのおかげでスイーツロケとかあるって、で一個一個本当に美味しいんだけども、やっぱこう蓄積されるのよ、甘いものって、こう糖分が。だからしょっぱいものも間に挟んだらより甘いものを美味しく感じるから、持ち歩きたいなと思って、持ち歩きたいシリーズ第1個、ホタテひも明太子風味、これは絶対に美味しいと思う。これは持ち歩きたいからここではちょっと食べません。そして、これは持ち歩かないシリーズです。ただ大好きシリーズ、福屋めんつなカンカン、これうまい、ご飯のお供系。そしてそれのプレミアムも売ってた、明太子たっぷりのプレミアムめんつなカンカンと、プレミアムめんつなカンカン、これはね食べるだろうということで。あと私昔生配信でも話したと思います、あのセブンイレブンのあのサバにハマっておりまして、でまあお刺身とかも好きなんですけど、何より九州の何が好きかって、この甘いお刺身です。甘いお刺身じゃない甘い醤油です。甘口醤油、この刺身、九州刺身甘口、このね醤油が好きなんですよね。この醤油がっていうか、これは初めて買ったんだけども、甘口醤油が好きなんです。はい、これね合うのよね魚に。俺だってこれも合うよ、甘か旨か九州刺身醤油、漁師町で絶大な人気を誇る甘口醤油で合うに決まってん。魚、魚食いたいか、食いたいじゃない、食べたいから、この刺身醤油。これサイズもいいんだよね、ちゃんと安心できる、あー食べきれるな、食べきれるっていうかかけきれるなっていう感じがしていいんですよね。創業宝歴、宝歴、創業宝歴2年、竹重醤油だって。これ絶対いいでしょ、これ買いました。とあと、あ、そうそうそう、さっきのこれのあのスイーツロケで持ち歩きたいシリーズ第2弾、おつまみメンツナ、おつまみメンツナ、見てこれキューブになってるらしいんだけどさ、メンツナはうまいじゃん、それがおつまみになってこうキューブにグッとしてくれて食べれるってやつで、これは開けてもさ持ち歩けるから1個食べますね。あとよいしょ、福屋さんのメンツナカンカン最高だからね。お、ちっちゃくさキューブになってんのよ。これ持ち歩きにさ最適じゃない、これこそサクッといける。うわ、四角いキューブになっております。
急に鼻かゆくなっちゃった、すいません。四角いキューブいただきます。あー、うーん、あ、これはいい。うーん、あ、このお魚ツナのこの風味と明太子のピリッと感、これがグッとすることによってより濃い味になる。だけどこの小ささなんでちょうどいいみたいな。これいいですね。これはいい。スイーツロケで持ってって田辺さんと春ちゃんにも食わせよう。そしたらね、田辺さんの食レポもまた最高級になりますから、よりね。よし、しまった。これ絶対持ってく、スイーツロケ。めちゃめちゃいいもん。終わりかい？あ、で、そこでもね、サービスいただいて、お店の方から。この、タカタイム、亀の子。明太子菓子だって。こういうサービス嬉しいよね。これも持ってく、スイーツロケに。しょっぱいもの挟むとね、ちゃんとね、リセットされて、甘いものが、そう、甘いものが嫌なんじゃなくて、リセットされるのよ、ちゃんと。だからこう、より新しく、初めて来た味として、自分の口に迎え入れられるからね。そういう良さあるから。これ、アイシングクッキー割れないように、割れない。そう、こんな感じかな。以上。以上です。ここで私はこの間買ってきたさ、この後は広島焼きがあるんだけど、それは、その、お昼ご飯としてこれから食べるっていう感じですかね。それは報告しておきます、ね、あ、 あとめんべいさんからもさ、はるちゃんがめんべい買ったんだけど、そこでもこの明太子めんべい、そこでもあのめんべいマヨネーズ味をこうやっていただいたんで、これ持ってこうかな。このスイーツロケの時に絶対持ち歩くシリーズで、これいいね。全部明太子全部明太子で、これをマネージャーに預けてちょいちょい口に入れてもらいます。自分で入れますっていう感じですかね。これをねちょっと整理してって感じですね。本当に私だらしないからさ、あの届いて開けない時とか全然あんのよ。でもやんないとね。ちょっとこの動画撮ったおかげで、なんかすんなり開けることできてよかったなと思います。こんな感じで、この毎週ある曜日は、多分ぼる塾みんな同じ状況だと思います。こういう風に頼んでもたものだったり、お土産がお家に届く日でございます。ここから私の予定は、まずお昼に食べようと思っている、こないだ広島で買った冷凍の広島焼きをいただく。そして、この後は、コラム連載の方をぼる塾でやらせていただいてますので、それの私の担当月が参り、担当週が参りますので、もうすぐそのコラムを書いて、あと、まあ、宿題が何個かございますので、今日はお家でその作業をこの後していきたいと思ってます。まあ、皆さんもいろいろ宿題あると思うんですけども、まあ、ちょっといろいろ休みながら皆さんも手つけていただければなと思います。はい、大丈夫かな、これ需要ある、すいませんじゃあ、今日の私が買ったお土産のお気に入りは、男性ブランコさんに渡す、人形です。ベストお土産です。はい、すいません、ありがとうございました。お疲れ様でした。バイトしてたことあるからさ、品出しを思い出しちゃって、あのお菓子段ボールで届くじゃん。このめちゃめちゃ段ボール解体してたからさ、それ思い出したからこんなにめんどくさいって思っちゃうんだろうな。そんな大したことじゃないのに働いてる気分になっちゃうから。